スコットランド出身の建築家、家具デザイナー、インテリアデザイナー。イギリスに新古典主義建築を広げた。ロンドンに事務所を開設して、貴族の住宅を多く建設し、カントリーハウスの作品も多い。有名な建築家、ウィリアム・アダムの次男に生まれた。4人兄弟が建築家という建築家一家である。エディンバラ大学で学び、アダム・スミスや、 デイビッド・ヒュームとも交友があったという。1748年に父が死去し、大学は中退して兄と共に事務所を継いだ。1754年から1758年に友人と共にグランドツアーに出かけた。ローマでは古代遺跡をテーマにした版画家、建築家のピラネージと知り合い、多くの影響を受けた。ポンペイなどの古代遺跡の調査も行った。 帰国後に、これらの遺跡研究の成果を発表して、名声を得、建築家として有名になった。多くの貴族住宅を手掛けたが、作品には中世の邸宅を改修したものも多い。アダム様式と呼ばれる特徴的なインテリアデザインを得意とした。これは、古代遺跡に見られる、グロテスク模様を統制風に洗練させたものであった。彼は1792年に死去し、 ウェストミンスター寺院に埋葬られたハーウッドハウス。ありがとうございます。